金子正宏7月13日隊は、日本の空手屋、東京都大田区出身、男性、極真武道空手連盟極真圏部会の会長、代表理事、東京都大田区蒲田出身、生徒指導と選手育成面でも定評があり、全日本でも常に上位入賞を果たしている、藤井治優、藤井正樹などを育て上げた。現在では、 後進の指導に当たる傍ら、世界各国からの指導要請を受け海外へ赴き、活躍している。先代の広重武氏の最古産の弟子であり、側近として、死が亡くなるまでその教えを守り続け、2018年4月18日、死の広重武氏没後、全員一致で二代目会長に推挙された。また、数多くの極身の歴史に名を残す名選手を育て、 名白楽と歌われた広重の教えを守り、自身も愛弟子、藤井治雄、優、藤井正樹を筆頭に多くのチャンピオンを育て上げてきている。そして、その実績が認められ、2001年のポーランド支部を皮切りに南アフリカ、ウクライナ、イラン、ロシア、ブルガリア、アメリカ、スイス、アルメリアなど各国から指導要請を受け、 年に何度かは必ず指導のため海外へ赴き、まさに世界を股にかけ活躍している。その実績から、近年、極真拳部会の海外支部が、飛躍的に増加し続けている。現役時代の試合では、常に前向きな考えで試合に臨み、極真空手の快祖、大山マスタ存命中の城南支部の黄金時代を支えた一人である。また、 その人柄から分裂した数多くの極真多派閥との交流も多く、今では派閥の壁を乗り越えて、多派閥の試合にも選手たちを参加させて、選手の質の向上に力を注いでいる。ありがとうございます。